はい、こんにちは。カーゴロ TV のジュンです。本日の動画は車を買取店さんで売却したので、それについてお伝えしたいと思います。売却車両はボルボ XC60 2015年12月登録、走行距離11万2000キロとなります。7年落ち、走行距離10万キロ突破と昔なら金額がつかないと言われていましたが、果たして昨今の中古車価格高騰の波に乗れたのか。いろいろな中古車売却の方法もありますので、どこで売ったら一番高く買い取ってくれるのかを今回検証してみたいと思います。利用したサービスはユーカーパック、モーター、カーセンサー一括査定見積もりと比較としてディーラーでも下取り査定で事前に金額をいただいています。それではまずはディーラーから行ってみましょう。ディーラーはマツダと日産で下取り金額を算出していただきました。高い方がマツダさんで金額は90万円でした。日産さんは85万円だったかなと、まあマツダさんよりは低い金額という感じでした。でマツダさんはまあ、ディーラーなんですけど、一緒に中古車販売もしているらしくて、まあ、そこはボルボも結構専門的に扱っているということで、うちはかなり高く提示できますと言われて90万という金額でした、まあ、ただし、まあ、ぶっちゃけ買取店さんの方が高い金額は提示されると思いますので、まあ、もしうちより高く提示した場合には、まあ、言ってくれればまあ、そこに乗れるかどうかっていうのを、まあ、上の者と相談するので連絡くださいというふうに言われていました、まあ、ただなんかもうちょっと頑張れるなら、まあ、最初から提示していただいた方が、まあ、僕としては嬉しいのになっていうふうには感じてましたね。はい、一旦その金額90万という金額を持って買取船さんのサービスを利用したという形になります。それではまずユーカーパックさんの方から行ってみましょう。ユーカーパックの売りは業者オークションで最大8000社からの買取金額提示ということなので、かなり期待して申し込みをしました。まずはサイトからの申し込み、そうするとすぐにユーカーパックさんの方から連絡が来まして、まずは査定をしますということで、無料の出張見積もりはやっていないそうで、自宅近くの工場を案内されて、そこに自分で持ち込んで査定を行っていただきました。でかなりいっぱい写真とかを撮って、それを本社に送ってオークションの情報として提示するということらしいです。で、オークションをやるとですね、それから2週間以内に基本的には車を引き渡さなきゃいけないということなので、オークションの開催日の調整で、まあ、ディーラーからの車の納車日とかを考えながら開催日を決定しました。で開催日を決定しましたら、オークション自体は1日だけですね。1日だけで朝9時から夕方18時まで開催されまして、でその日に金額は確定で、ユーカーパックさんの方からいかがですか、車を売却しますか、保留しますかということを決めていいそうです。でユーカーパックに申し込む時には最低落札価格みたいなものを設定するようになってまして、それを超えると必ず車を売却しなければいけないんですと。そこに届かなければ、売却する義務はないので、そのままやめてもいいし、足りない分をその一番高く金額提示していただいたところとユーカーパックさんが金額交渉をして目標額に近づけてくれるようなこともしてくれるそうです。で今回は
まあ、僕かなり期待はしていたんですが、まあ、結果としては38万5千円ということで、38万円スタートで2社しか入札されず、しかも競り合わなかったんですね。入札は2件のみと、 A 社が入れて B 社が上書いて、そこで終了という形で、オークションなので競り合わないと金額が上がっていかないっていうことが、まあ、あるので、今回のような結果になってしまったのかなと。で、人気者であればね、あの高値がつく可能性もあるんですけど、私の場合はあの車がもう10万キロを超えてるっていうこともあって、まあ、そういうふうな感じで、まあ、ディーラーさんよりも大幅に低い金額で終わってしまったのかなという感じで、ユーカーパックさんで売却することは見送りとなりました。で、次のモータさんの方で申し込みをしたので、まあ、そちらについてお話ししたいと思います。モータさんの売りは上位3社からしか電話が来ないということで、通常の一括査定見積もりのサービスを利用すると、申し込んだ直後から多数の買取店さんから連絡が来るんですが、それが3社からしか連絡が来ないということで、煩わしさがないということが売りになっております。で、私申し込みまして、で、一括査定の、金額が出揃ったということで、第1のところは電話が来たんですけど、現車を確認することがなくて、電話だけで、まあ、いろんな情報をヒアリングして金額を確定するということで、まあ、先方さんが言うには、電子署名をして契約は確定するので、まあ、後で現車を見て減額するようなことはないよというふうにはおっしゃってはいたんですけど、まあ、ちょっとその減車も見ないで決めてっていうところに、私としてはちょっと不安感を覚えたので、金額は一番高く提示してくれましたんですが、見送ろうという判断をいたしました。で、第2のところはですね、そもそも電話も来なくて、まあ、何日間か待ったんですけど、まあ、連絡は来ないので、私の方から連絡してみたところ、基本的にうちからは電話してないんで、お客さんから連絡を待ってますというようなスタンスでした。で、こちらに関しても電話だけで金額を決めて減車確認はしないということになったので、こちらについても見送りするという判断をしました。で、第3位に入ったところがですね、まあ、ここに関しましては減車を見に来て最終的な金額を提示するということでした。ネットでの金額提示は108万円から125万円ですという金額を提示していただいたと。で、第一のところはもっと高くて、電話でお話ししたところだともう150万、まあ、そこで今すぐ決めてくれるならみたいな話はされてましたけど、あまり現実的ではないということで見送りという形ですね。で、結局その見に来ていただけるのが1社さんだけなので、これはこう金額的には競ることもないので上がらないなということを思いまして、まあ、急遽カーセンサーの一括査定に申し込むことにしました。はい、カーセンサーの売りは最大30社に見積もり依頼ということで、抱えてる買取店さんが多いということで、今回カーセンサーさんを利用してすることにしました。で、申し込みをしますと直後から電話が複数かかってきます。で、昔のイメージだとちょっと威圧的な買取店さんもあって怖いなというふうに思っていたんですが、今回はどこもですね、とても丁寧で、
その親切な対応をしていただいたので安心して、まあ、お話をすることができました。でですね、事前にモータさんの方で買取店さんの、無料出張査定の日時を決めていたので、まあ、今回その日時に合わせられますかということで、調整をしていきました。で7社から連絡をいただいて1社だけがどうしてもその時間帯都合が悪いということで、辞退されまして、6社さんは、その日時で見に来るということで調整がついたので、6社プラスモーターさんの1社と合計7社の方に来ていただいて、そこでですね、査定をしていただいて、でですね、もうその場で契約までしますということを伝えました。でディーラーさんからいただいた金額も提示しまして、でディーラーさんの金額プラス、まあ、10万20万アップしたところがスタートラインなので、まあ、それ以上で金額提示をお願いしますということを事前にお伝えして、で名刺の裏にですね金額を書いていただいて、1枚1社1社私の方に手渡していただいて、一斉の背でオープンして一番高かったところに売却するということを行いました。でその結果がこちらになります。はい、結果がこちらになります。最高額金額提示していただいた会社さんが2社ありまして、125万円となりました。一番低いというか1社は乗れませんでしたということで、最低金額を提示した110万円は出せないということで、各社さん、まあ、そこそこ差があるのかなという感じでした。ただディーラーさんが90万円を提示していただいて、まあ、そこに対して125万円という金額なので、私としては大体満足です。そもそもこの車を買ったのは約3年落ち、走行距離1万キロちょっとで買って、で4年9ヶ月間の間に私自身10万キロを乗りましたけど、まあ、それで125万円という金額なので、実質200万円ちょっとで10万キロ乗れたということを考えると、異常なほど高値で買い取ってくれたのかなというふうに考えております。引き渡しの前に洗車をして綺麗にしました。今までありがとう。きついに、さよなら、今までありがとう。大切に次の方に乗っていただければめっちゃ嬉しいです。お世話になりました。はい、車を引き渡して処理関係は郵送にて本社の方にお送りしました。それで、4日後ぐらいに無事入金も終わって契約完了という形になりました。はい、という形で今回ユーカーパック、モーター、カーセンサー、一括査定、見積もりと3つを利用しまして売却するということになりまして、結果的にはモーターさんの第3位だったところに売却しました。はい、これが皆さんのご参考になれば幸いです。ありがとうございました。もしこの動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。
さよなら。